出汁が出る。出汁が。干し椎茸とか。はい。出汁がまず、ほんで、まずその、アラ、アラ入れてほしいな。アラ。まず骨。はい。骨の部分。一番はキノコ。まずはキノコ。まずはキノコ。はい。お前おちょくってるよ。おちょくってますね。なんでそうなんですか。今頃気づいた。鍋ぶりを、ぶりを取ってるんじゃないですか。ほんま。はい。鍋反射。お前全然。お前女全然。俺じゃん。大変は。絶対戦車気に入ってるわ。よそで使うで。俺が考えたできない。どうのか。貝も入れた方がいいかな。貝も入れていい？ええよ。貝も出汁出汁出るしね。貝も出汁が出るから。先に入れろ。骨骨とかキノコ類と骨な。ああもう入れたろお前ら。絶対出汁はキノコ。キノコ。聞いとけよ鍋奉行のことお前たち。おいバカにしてるな。おい人で。全然してるお前順序言うてみろ鍋入れる順序キノコはい生キノコ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 正解コクが出るからキノコやっとこれキノコ全部入れようかもさっきはいこれもうポン酢で潰してもやるしはいはいもう一回言おうかもう片上さんの言う通りに全てなんでそんなことないですよね買えるよどうやって買えるのちゃんと片上さんの言う通りになってますお前ってなんか言ってることだと裏腹の心があるもう入れた目の奥が笑ってないこいつからわかるよなんでなんですかなんかそういうとこあるわでもそういう風に見られるということはちょっとなんかお前ちゃん北口には目の様子見たらこの辺まで行けるからみたいなヒットアンドアイスやるいけるかプロテインだよお前らずる返しこそ感じられてたあれそんなことだいぶ待ってないからそういうことだったよそのガンボいいからとかだよそんなの結構笑ってるだろお前だけから最初後で俺自然にかわいかった確かになんで笑えへんかっこいいじゃないですか今でもかっこいいじゃないですかそんなドレスねえだろなんなお前今の目が悪いちょっとこれちょっといじめようか今日ちょっと肝を振らしてもう AV さんそれ B 面を喋らんかいとだから俺の YouTube いつも A 面だよみんな俺の親しいやつみんな俺に言うてる聞けるわおもないし一番おもろい買ったんちゃうやんちゃうのなんだろうああどうもみたいななんかあの天才やなあ B 面の俺はやっぱ本場の俺やないか B 面がおもろいそうそうそんな A 面なんか誰も見えないちゃうじゃんあれですよ多分なんか増やそうとかよく見せようとか見せたらええんかあそうそっちの方が絶対こうねよく見せようとかその増やそうとかするから視聴者増やそうとかするからダメなんですよ逆ですよもう減らしたろうと誰もみんなよと今ねそういうね木村さんの言う通りだと思うんですよそういう片上さんがおもろいだから AV 男優の割にはまともやんぐらいのなまあお前がなそのお前やろ程度のエロやったんやお前も得たもんってあるやんかやっぱりえそうお前なはいほんまに木村さんの言うと A 面は全然おもんないからちゃうね俺はなその何股男って何股もかけたらええと思うねなんでか俺な一途やった時あってもちろん若い時ってみんなそうやん初めて女と付き合って中学生高校生の時ってさそういう一途でおった時があったんやけど、はい、一途でおった時ってそいつにやっぱり旦那予算かかるわけ、はい、今日デートしよう来週の本土曜日な今週の土曜日なデートなって言うてて突然ごめんってちょっとあの用事が入ったから無理になったって言うたら俺やっぱりその女に「お前何突然断んねん」って俺すごい怒ったりするわけなるほど彼女にな愛ですねそういやそれが素直やんな普通の話やん、はいはいただそんでその女に振られた振られることを経験するわけやなるほど一人の女を愛してそいつに全力投球やって振られた時ってもう半端ない挫折感と悲しさともう立ち直られへんやからボロボロ泣いた中学時分があったのよねそっから女に対してなんほんまに愛したらあかんって自分を守り出すわけやいっぱい付き合ってほんまに好きになったなるほどいや自己防衛反応が働い
いっぱい付き合って、あほんで、あなんだよ、どれだよ、ほんなもうポイント、ポイント入ったら、ほう、そうなんだよ、え、まだあかん、それが、それが山田のおのうちになったんでしょ、そうそうそう、で、そっから5言うてましたよ、あの そんな言うてた、あの90年代のこの完膚なきまでにいじめたったらいいんですよ、なるほど、これだから変にその優しさとか愛っていうのは女っていうのはもう目覚めちゃうのよね、やっぱりそういうところに、だからあの言ってもこれで女の方がなんか盛り上がるんですよ、なるほど、なんか不思議な生き物なんですよ、なるほど、はい、だから何年かぐらいやったんで、そんなことやったことないの、ないです、ないです、真面目に生きてるやつは ないです、本当にだから、はい、セックスが下手っていう、はい、おっしゃる通りです、本当にもう片上さんの言う通りです、はい、ちょっと馬鹿にしてるよ、馬鹿にしてるこれまだ分からんから、まあ、分かってへんから、ちょっと分かほんまにだからほんまに一回でもそうで一回軽く乗せなきゃ一回結構軽く叩いてごらん、はい、はい、今日帰って早速叩いてみます、怒られるわ嫁はんは嫁はんはな親戚に言われるわ、あかんこいつ分かってない、あんまなかった、女がやめてって言うたらほんまに優しい男はやめてあげるでしょ、女は嫌よ嫌よ好きなうちなのよ、これはもう全員が秘めてるのよ、なるほど、だから先生って言われるやん、ほんまですよけどそれはブレやから、はい、ええー、のなるほど、あとあとずっと動いててもいいいいんですよ、覆面 YouTuber やったり、ほうやばいな、どうやる、顔田さんと B 面の脱 OK、 おめでとう、そこですよね、今日ほらあんたもさ酒飲んだ時の B 面高尾も俺は両方で一緒に面かぶってやろうかお前はそろそろ結婚させなあかんいうのでまあ紹介するわけやんか、けどここ10年こいつはさせーの結婚できる相手紹介しつけてもらってないやん、ボケお前 な、 お前それはなその来てる中でももっさい女もようさんおるな、あのもっさい女を選んだらええわけやろ、顔で選びすぎなんじゃないちゃう、ね、顔で要はこいつは俺はいっぱい紹介やったけれども、ちゃうやろって、もう結果はもうなんかこいつも幸せになられへんのんちゃうかってね、いやその中でやばいな、幸せじゃないけど虚しさも教えてもらった、ありがとう俺虚しさもお前は楽しさを楽しさしか残ってへん、愛しさと虚しさと心強さじゃん、またパクるわ、今回受けたら全部自分の、ちょっとさ、それ前な選挙やって、うん、選挙やったら、ね、それやってやっそれ言いますもうちょっと二人の話ですやん、選挙やったって、うん、でこれじゃお前なお前はもう下水委員長で、下水委員長もっとね、もっと下水になれや、自分がもうこう気づけや、おお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 おカードタイム選ぶこいつが悪いっていうか、なんかさ、まあ、なんかまだ擁護してるわ、ちゃうちゃう、こういうだからこういうのはセックスできたもんでええねん、要は鏡なんよ、うん、踊りがクソやったら集まってくれもクソになんなよ、出ました名言、クソがクソ鏡よ、仲間もそう友達もそう、はい、踊りがクソやったら、例えば裏切ってばっかりするやつ言うたら集まってる仲間いの裏切り、じゃあ今日はあの久保さんのことクソって言うならクソ全員クソこんなクソ1ねえ、クソ2、私右足からもう今クソちゃうこのおっさんなんかもう仲ええからこの辺までクソやだからこうおいやきもきやって離れていこう離れていくさあ苦りやからそこがビーズコンがいいと思うなっせっくりビーズコンなんでお前こんな上から言わないの
持ってさ、家庭持って、家庭持ってたら、家庭持って、ちゃんとやっとるから。結婚は全てじゃない。言ってきた血圧が高なったり、飯食うたらなんか心臓早なったりすんねんな。やる、うん、慣れてるんですね。片上さんでもいつもなんか呼吸なんか、なんかおかしいですよね。なんかいけない、ダースベイダーみたいな呼吸してるからおかしいですよね。そうなんか、でそう、集合、集合って言ってるから、もうどうなってるの。ワークスメーカーだ、ワークスメーカーだ、ワークスメーカーだ。なんかちょっと息がね、ほんま荒いですよね。なんか俺やっぱり喘息持ってるから、はい、それでなんですね。すいません、なんか失礼なこと言って。いやもう今体の身体のことを、ね、なんか儲かれへんのに言われたから、なんかもうお前の言われた。いやー本当にそれはダースベイダーだ。ゴールドはちゃんと喘息患者おるか。編集とかできるんですか、唐川さん。めっちゃ長いですよ。やってんすか。めっちゃセラーパンはめんどくさいわ。撮るからやろ、そんな。なんで撮るの。もう、へっ、はい、ボックスのマサロがええねんな。呼ぶ人やしね。なあ、呼ぶ人来たの、人は頭殴ったら。いらっしゃい。はい、じゃあ。一瞬と一歩だよ。すいません、北口さん。